と別の道を歩んだんですけどね。でもその時にものすごくそれが売れてたらこの道には入らなかったわけですよね。大臣の椅子っていうのを発明しておくとよかったですね。ね、自分が座れる大臣のナウト発明で帰って東京都って言ったらすごかったですね。さて日本一下手な歌手のステージは第二次世界大戦が終わりまして北海道へ引き上げてまいりました。それからなんですよ、貧乏のどん底生活が始まりましたのはね、お金はもらったんじゃないんだもんね、盗んできたんじゃないんだもん、借りたんでしょ。貧しい農家に生まれ17歳で上京、皿洗いから始まる苦難の人生を歩んできた上床さんは30代で大学にも通った努力の人。上床さん、不倫者ですね。そうなん、これなんですよ、よくぞ聞いてくださいました。私はね、北海道から家出してきて一生懸命頑張ったでしょ、やっと不倫者に乗れるようになったの。初めに講演いただいた時、講演料も何にも関係ありません、とにかく私にグリーン車をくださいってお願いしたんです。ですから講演依頼は必ずグリーン車ください。なんちゅってもグリーン車がいいね。じゃあその生活を落とさないために頑張る。だから講演でもいくらでも行くし、お仕事でもいくらでも行くし、人にも頭を下げるし、12時ぐらいって回ります。慣れたもんです。ただいま、サブローさん帰ってきましたよ。おかえりなさい。サブローさん、おかえり、ただいま。サブローさんでした、どうも。無事に済みましたよ。はい、よかったね。ありがとう。うん。ご主人のことをさん付けで今でも。サブローさん。だってサブローさん、上とこサブローさんだ。しかし、ご主人いかがですか、こういう奥様。そうですね。ちょっとはさぎし。しゃぎすぎという、まあそんなことないね、まだ控えめですから。あら、まあ、それはもう走りすぎというか、ね、馬力がありすぎですね。ただ支えるのは男性でね、これからはご主人がね、日本一下手な歌手、その歌声を聞かせていただきましょう。決めて登場。これがあのステージ衣装。そう、これ1枚だけ、このドレスを着てみたいために歌手っていうものになってみたんです。これ買った頃はもっと細かったんです。だんだん余裕が出てきて太ってきちゃったから、本当はだからもっと何十、ま、だいぶ前のこれ買った頃5、6年前はもうちょっと細くてスタイル良かったんですの。あの頃お見せしたかった、ね、私は17歳の冬ふるさとを出ました。寒い寒い冬の夜を親にも打ち明けず、黒敷包み一つを持ってランプの明かりの消えた家を出たのでございます。日高の山の雪化粧、上床さんはどんな時でも生きる喜びを胸に抱いてきました。人生を投げなかった日本一下手な歌手です。日本一を競うワープロコンテスト、今年も決勝大会が六本木で開かれました。もしもし、ごめんください。もしあれ、これあのね、ここ、こっちかな、こっちか、あ、こっちだな。どうもこんにちは、チャックルソンでございます。どうも、はじめまして。大きい方ですね。日本一で聞きましたね。いえいえ、と違うんですか。いや、あの、一応そうなんですけど一応そうですよね、はい、大場さんは2年連続でグランプリに輝いた文字通りの日本一です。だいたい慣れてくると、どの字が最初に出るかっていうのは分かってきますんで、うん、音読みっていうのは割と同音異義語が、同音異義語、同じ、はい、読みで同じ、違う字っていうのが多いんで、はい、一文字だけ出すならば訓読みの方が早いんですよ。例えば大場の王は音読みだと大で、うん、訓読みだと王ですよね、はい、でも大と打つと、よいしょ、この字とかはいはい、はい、ね、いっぱいこうどん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 出てきちゃうんですよ、で変換で一生懸命出すとこれだけで疲れちゃうんで。あ、そうですよね、時間も、取るしね。だから例えば王と大きいという字を出したいなら、王と打てば一発で
あ、なるほどね。出るじゃないですか。で、あるいは、この台ですね、下の台という字を出したいときには、うてなと書けば出ますし。あ、そうですね。特別な練習っていうのはあんまり、まあ仕事は、まあ、こういう仕事ですから、はい。あれなんですけど、あのパソコン通信やってまして、1年半ぐらい前からあのテレビに字幕をつけるっていう、そういう試みをやってるところがあって、はい、まあ、でもそれであのだいぶ早くなったんじゃないですか。そうなんですよ。もうセリフに追いつかないといけないんで。そうですよね。頼むよ、帰ってくれ。話がしたいんだ。数人の仲間と分担してドラマのセリフを同時に文字化する大場さん。打ち込まれた文字は仲間の聴覚障害者のパソコンに映し出されます。日本一の技が聴覚障害者の役に立つなんて素晴らしいことでしょう。聴覚障害の高柳さんはテレビで絵を見、パソコンでセリフを読みます。パソコンの画面にはうめき声から簡単詞まで克明に映し出されます。パソコンはいつから始めたんですか。今から7年前です。スマッシュを受けてきて、あら今は電話ショップできないので、うん、電子メールを交換してたんです。うん、他に方法がなかったから、母でも通訳できないし、通訳してたら母が困ってしまいます。それで始めたんだ。まあ好きな人ができたから。じゃあ、その人はどうなったんですか。こちらに、あ、こちらにずっといらっしゃる方、どうも初めまして。まあ2人はこの先はどうなるんでしょうか。今お付き合いして2年ということですけども。婚約者の米田さんは健常者、高柳さんは全く聞こえません。声を発することはとても難しい。結婚は明日入籍します。え、あの大阪さんに、ね、昨日証人の署名をしてもらって、届けることになりました。明日入籍ですか。あ、どうも、じゃあ一日早くおめでとうございます。あ、そうだったんですか。よかったですね。パソコンが取り持つ縁で。あ、そうですか。じゃあ今幸せですか。もう幸せそうですもんね。美人でしかも身長179センチの長身ときたら、街行く誰もが振り返ってみたくなるものです。彼女は日本一のモデルを目指す。その世界とは。これからどこへ行くんですか。デザインオフィスの方にオーディション受けに行くんですよ。あ、そう。マネージャーも何もつかないで一人。いつもオーディションは一人です。ああ、あの道具とか荷物とか何もないの。あ、これが絶対欠かせないもんなんですけど、あのフックって言いまして、自分がやったお仕事とか、うん、あとあのショーに出た時に例えばこういうイメージに変わるとか。でこれが去年のパリの写真なんですけど。パリコレクションの。はい。日本のモデルさんたくさん行ったんですか。いえ、日本人は私一人です。はあ、あ、そう。春、東京コレクションの舞台を目指して世界のトップモデルたちがオーディションにやってきます。トップモデルであろうとなかろうと基本的にオーディションを受ける、これがモデル業界の常識なのです。ああ、これはもう本当別世界だね。みんなちょっともう発泡心というかすごいスタイルだね。これは僕は 1m77 ですけども、それ以上に高いな、みんな。うわあ、これすごいわ。さすがの菊丸さんも圧倒されっぱなし。今日は越野純子さんのオーディションですが、この時期毎日のように一流デザイナーのオーディションが開かれます。Thank you. Thank you. Next, please.
オーディションは歩くだけ。一瞬のうちにデザイナーは自分のイメージのモデルを決めていきます。ちょっといらん。でも実際にここでも選別してるんですか。でもうだいたいここまでは、そちらが残ってるんですけど、だけどちょっとまだ決まりが悪いというか、まさに今回何人、まあ、14人なんですけども、まだまだ来ます。だいたいもう 2,300 人は来るわけですよ、はあ、その中で14人、Thank you. 想像以上に厳しいオーディション。デザイナーが命を懸けるコレクションです。もうこれで何箇所目ですか、オーディション。4箇所目です。4箇所目、はい、でまだ始まりなんで、コレクションシーズン。どうですか、自信は。自信はあるつもりで、いつも毎回受けてますから、うん、今日はなんか人数が少ないみたい。あ、採用の。そうですか、うん、外人モデル多いですからね。モデルになって2年余り、パリコレクションにも参加したサトルさんの出番です。でもさ、こう小さい子ってさ、なんか一緒に出ても2回ぐらいだね、うん、見てくれないの。ちょっと特殊になっちゃうと思う、ね、なんか最初と最後みたいな間にね、ちょこちょこ、はい、どうもありがとう。あ、よかった。サトルさんは今回選ばれませんでした。あそこね、いいじゃない。で、高いモデル、男の高い、日本、この人は日本の人ですか。え、そうですね、一人、日本の。あ、なんていう方ですか。田中久美子さん。あ、この人は田中久美子さん、はい、顔が小さいから結構バランスがいいんですよ。この日、越野さんが選んだ日本人モデルはたったの一人、田中久美子さんでした。サトルさんはひろこ越野さんのオーディションも受けました。はい、どうもありがとう、はい、お疲れ様。お疲れ様です。例えば、とってもすごいトップモデルが来たとしても、うちのイメージに合わなければ私は絶対選びません。日本一のモデルさん誰ですか。今ですか。どうだろう、ファッションやってる人だと日本人だと田中久美子さんとか、うん、うん、あ、彼女トップでしょうね。世界にも通用するんですか。通用しますね、彼女は、うん、越野純子コレクションに出演する日本一のモデル、田中久美子さんとはどんなモデルなんでしょう。久美子さんだ。確かに外人トップモデルに引けを取らない美しさなどといえばデザイナーに叱られます。コレクションはモデルの表情やスタイルを見るのではなく、新作のデザインや色使いに注目すべきだそうです。そう教えられてもファッション音痴の私どもはどうもあらぬところへ目が行くようで申し訳ございません。どういうふうに素晴らしいんですか。あなたとどう違うの。もうただすっぴんで T シャツ着てジーパン履いて歩いてるだけでもすごく美しいって振り返る人が、うん、そういう人ですね。何かオーラを出してる人ですね。サトルさんは何回もオーディションを受け、数本の東京コレクションの出演を決めました。過酷な日本一への道です。すごいドキドキしてるんですよ、いつも。もうオーディション受かるかな受かるかなって、こう受験してる、もう高校生の子たちと同じで。でも実際に受かって舞台に立ってランウェイを歩く瞬間っていうのはもうすごい気持ちいいですね。本当に感動して嬉しくて涙が出るってありますよね。歩いてる時も私はそうなんですよ。本当に言葉でどう説明していいかわからないんですよ。不安が大きいほど目的を達した時の恍惚感は深い。そこには目標を高く掲げ生きがいの人生を過ごそうとする熱い思いがあるようです。
あの菅直人さんがね、はい、町の発明家だって知ってました？知らなかったです。びっくりしましたね、はい、あのジャンタック、ちょっと使ってみたかったなっていう気がするんです。